サイレントヒルワークスマニアックチャンネルへようこそ。はい。はい。はい。前回のモザイクの部品。はい、そして、次回の、はい。これ。はい。これ、見せないけど。はい。これは、何？ 1928 年。はい。ガソリン、トーチランプ。はい。の、何これは。何本体。本体。本体っていうのかな？そう、このね、裏がね、こう、ヘラ絞りになってるの。はい。これもね、ヘラ絞り。若干、個体差っていうか、ちょっと絞り方の違うっすよね。そう、だから多分、手作りなんだよ。うんうんうん。で、これをね、使って何かできないかと。はい。配線ボックス、うん、作るのに、うん、ちょっと一回バラしてみようと。はいはい。これね、やってみようと思います。うん、はい。はい。どんな感じになるかね、ちょっと楽しみなんだけど、こう140、ここの直径が、うんうん、で140に合うアルミをちょっと探して、うん、パイプ、はい、で、なんかうまいことできればなと。うん、そうですよね。うん、そんな感じでね、今日はね、ちょっとこれバラしてみようと思います。はい、はい。ということで、よろしくどうぞ。いいね。入るもんね、ちょうどね。入る入る。ちょうどいいよね、でもちょうどいい。これがサイドに、両サイドくるでしょ？そう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 。で、真ん中アルミのあれで、いや、マジちょうどいいじゃん。だこれは、やべえ、かっけんじゃね？これの、ほら。やばい。やばい。これ、やばいね、これね、ポルシェの、やば。ポルシェのね、エアサスタンクなの。うんうんうん。で、それをね、配線ボックスにしたのね。これ、実は。ここバッテリーがスコーンで入る。うんうんうん、これ W404 作ったんだけど、うんうんうん、なんかね、つけたらね、俺納得いかなくて、作り直したの、うんうん。で、これ無駄になっちゃったやつなんだけど、はいはいはい、だけど、これはこれで、入んないから、この中に。うん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 。どの道ね。これね。うん。この丸い部分だけだったら入るけど、これが今度邪魔になっちゃうもんね。そうそうそう。ね、うん、だから今、はまっ、まあなんか入るからね。うん。うん、がっちり。はい。これで、こうちょっと、ボックスをね。やります？はい。やってみましょうか。配線ボックス。じゃあこれあれだね、俺山小屋に、ある、これの長いやつがあるから。はいはいはい。やっとり行って、ちょっと、あ、水？うん、水。うん、ごめんごめん。これ、ちょっといろいろ考えてみます。はい。山小屋行かなきゃダメだね。うん。とりあえず、バラすとこだけね。はい。はい。めっちゃめちゃ簡単に取れた。おい。あ、水玉。おはようございます。おはようございます。今日はこれからカズさんちね。はい。はい。で、うん、その前に、うん。はい。ほら。おお、かっこいい。すげえ。
ほんとぴったりだね。そう。これは。磨いたらすげえ綺麗だよ。ステンレス。うん。うん。いや、すげえいいじゃんね。大きさもちょうど、伝送類ここに入るよね。と思う。大丈夫だと思う。で、あの、乾燥化させちゃうからさ。ああ。うん。いいでしょう。すげえいいじゃんね。うん、やっぱ俺かっこいいね、磨いたらね。そうそう。そうなの。おぉ。これね、これね。はい。中は別に。ああ、まあ、うん。で、キス工業ってところの、うん。あの、ガストーチ。うん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 。ちょっとこれ、ちょっと叩いてすっごい熱いから、さ、こう叩くとわかる。ほんとは。薄もんじゃないですか。うん。で、トーチランプ、ガストーチのトーチランプなんだけどさ、うんうん、バーってやるやつ、いろんなところのメーカーが出てるんだけど、うん、はいはい。あのね、ボロボロだとね、1500円ぐらいから出てる。それ?うん。あら。で、そこってさ、そんなにさ、傷になんないじゃん。うんうんうん。比較的厚いあれだもんね、材料使ってるもんね。だからね、使えるかもしれない。そことしてはね。うん。あればね。結構あります?俺はあんまね、見たことなかったんだけど。すげえあった。俺今日ね。え、すげえある?うん。今日ね、あのね、うんこしながらね、うん、携帯見ててね、うん、調べたの。うん。すっげえあった。すげえあるあれ、俺の持ち主入れてある。ああ。だこれ、だからここのところは、うん、メーカーによって、形状が違う?形状が違う。それヘラ絞りでしょ、うん、あの、ここのところの中のネジ。ああ、そうそう。ああ、ネジの形状が違う。これは16で、こっちはね、14だったんだけど、うん。あ、これとこれでも違うってこと ?14 なんだけど、俺ここにね、うん、真鍮の、なんか、バーンって入れるやつがあったから、締めて、うん、で、中はね、トミリの 1.5 ピッチでね、タップ切り直した。ああ、はいはいはい。それで、うん。どうやって、ステンレスと、真鍮じゃん、うん、うん。これ、筒ステンレスだから、うん、まあ、これ後で磨いて鏡面にしちゃうんだけど。うん、これね、うん。そう。はいはい。で、じゃあどうやって止めようかなって、結局ガッチンさせて、うん。通しボルトにしようかなと。ああ、はい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 。溶接できないじゃん。うん。で、パテとかさ、なんかそんなんでつけたらかっこいい。ああ、ああ。で、どうせ穴開いてるからもう通しボルトにし、うん、本当はここに鍵つけたかったんだけど。はい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 。で、通しボルトにしちゃえば、うん。なんとかなるかなと思って。うんうん、飾りで真鍮の、なんかボルトつけちゃえば。そうだよね。うん。これはね、はい、いい感じに伝送ボックス。できそうだね。いいじゃん。うん。かっこいいな、これね。ね。だからこれちょっとまだ長いから、もう少し短く切って。うん、このね、うん、模様っていうかさ、段々になってて、これもかっこいいね。そう。うん。だからほんとこういうところにもこうやってやりたいんだけどさ。ああ。そんないっぱい、あ、でもあるのか。そう。だから、いっぱい中古で手に入ればね。そう、ドラムブレーキだったら、うんうんうん、なんかここのカバーしたいなとかも考えたんだけど。うん、はいはいはい。で、あとまあまあ、もう一個、秘密の部品が落札されるかどうか。うん、はいはい。あれ、それいつなんだっけ?あと1日。あと1日か。うん。はい、で落ちる人俺しかいないから。うん。だから落ちんだよね、結局ね。多分落ちると思う。うん。それがね、はい、明日、わかるかな、はい、来週あたりには加工してつくとは思う。はい。加工しないと全然つかないかな。はい。結構加工必要?そんなでもない。アルミだから一回アルマイト剥がして。そうか。うん。アルマイト剥がして、で、そうだ、アルミで溶接加工がしないと、ね、多分加工でしないとつかないと思う。うん、つかないんだね。うん。で、今日は、うん、これを、カズさん家に、はい。はい、このガムズのカズさん家に持っていくという、はい。旅に出ましょう。はい。旅に出ましょうって言うのも変だけど、じゃ今から行きましょう。はい。はい。俺さっきまで T シャツだったもん。おはようございます。着きましたよ。無事にね、うん、納品しましたね。みんなの、あれ、3人はあれだな。もったいないから。今日は三人だけ高いからちょっと冷たいの飲みたくない三人で冷たいの飲みたいだろ全然いいですよ待って、今用意してくれたうん何の用意手出してたじゃんけんかと思ったやばいあ、懐かしいこれ俺が作ったあれだデビルテールのだああこれそうそう、シシバうんうんうんあ覚えてるうんなんか盗めるもんねえかな。
なんか盗もう、盗もう。なんか盗もうかな。これ盗んでもわかんないぜ。すごいね、本当にいろんなものいっぱいあるね。あそこにいいシート、あ、ここにある、ここにあるタンクは、うちにあったやつと、ここのモサモサのシートも、俺が持ってたやつだ。え、なになに？やばい。何？やばい。こんなもんで申し訳ないですけど。これあれでしょ？はい。マナックの。いや、違う違う、これはね、え、違うの？リンゴサイダー。本当？そう、岩手のリンゴサイダー。岩手のリンゴサイダー。そう。岩手のリンゴサイダー。なんか匂いが全然違うけど。じゃあリンゴだよ。あ、酢だから。あのリンゴ酢みたいな。ちょっと飲んでみて。リンゴ酢みたいな。じゃあいただきます。いただきます。美味しいよそれ。結構ね。あの。何？の。リンゴ酢。リンゴ。これなんか餃子の匂いがするんだけど。リンゴ酢だよ。リンゴ酢。うん。ああ。初めて出会ったね、この味は。出会ったよね。出会ったろ？やべ、なんかもう飲めなくなった。表現が難しいかも。ちょっと待って、飲めなくなった。どう？なんだろう、なんて答えたらいいんだろう。じゃあ、俺がちょっと飲みレポする。そうね、うん、そう、食レポ。はい、おじさんぽだよ。おじさんぽ。ジンジャーエール？うん。見た感じね。ジンジャーエールね。いい具合の炭酸なのよ。炭酸の具合がこう、シュワシュワと。あの冷やしといたから、バッチリね。はい。なんかこう、ニンニクな感じが。かぐわしいね。うん、そうそう感じはね。いただきますね。はい。いただきますね。はい。これコメントがさ、コメントがさ、なんていう表現でいいかがわかんねえさ、俺。マジ。マジじゃない。マジで。え、何これ。これ餃子ですよね。そう、いわゆる餃子サイダー。うん。これが。え、ダメでしょ、作ったこんなの。これはね、飲んだよ。ぐいぐい。これはね、飲んだよ。餃子食べながらこれだったらいいかも。そうね。わかんないかもね、本当に。だから今、頭の中で想像しよう。チャーハン食べて、ラーメン食べて、餃子を食べて、そう、それでグッと。今、中華街にいるよ。マジ？これあれでしょ、マナック。そう、マナブが買って、で、俺は中華街で見つけたんです、それを。あ、そうなの？ググってググって。どうにか手に入んねえかと思ったら中華街で売ってたと。いっぱい買ってきた。あれやばい。こんななんかさ、上品にさ、こんなね、こんな入れていただいてね。いや、面白いんだけど。うん、面白いです。うん。ちょっとまずかったです。うん。はい。よいしょ。いわゆるこれです、これ。これ。ほんとだ。これをね、あの、これって何？成分何になってんの？匂いが結構すげえよな。だってそれで、ていうか、これ開けた時笑うよ。自分でプシャンってやった瞬間がすごいんだよ。すごいな、これ。プシャンってやった時、もう本当やばい。匂いがやばい、やばい。すぐに、だってしょ、原材料名醤油、酢、塩って。普通飲み物でないでしょ。それと炭酸水を合わせてんのか。これで今度作ってみよう。そうね。醤油だって作れなくはないよ、きっと。で、杉山くんが飲めばいいの。いやだ。いやだ。これもやばかったけど、もう一個これカレーのやつもらったんだよ。カレーは？カレーはやばかった。こっちよりやばい？ね、俺ミックスで両方いっぺんに飲んだから。ああ。あのね、やばい。2時間ぐらい死んだ。お米が欲しい感じ。いや、そういうんじゃない。めっちゃ気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪くなる。普通に。具合悪くなる。ちょっとあの、なんだっけ、わさびサイダーとか静岡にあったんですよ。あるもんね。うん。あの、これはあの、餃子。ちゃんと飲み干して。ご当地のサイダーがあるのかな、もしかしたら。うなぎサイダーありましたよね。飲みましたもんね。うなぎサイダー。ある、いっぱいある。うん。だから学ぶにも、でも俺学ぶんとこに、まだ今度ツーリングで行くんだけど、うん。あの、
これ持ってく。あいつに。もうだってネタバレしちゃったじゃん。で動画で、そういいんだよ。動画で飲ます。ああ。あいつだって飲んだこと、自分で飲んだことないって言ってる。あれやばいな。まずいね。まずいね、それは。それやばいな。やばい。だからあいつんちの、あいつが平日行って、あいつが仕事してる時に、玄関先にコメントと一緒にこうやってメッセージを添えて。じゃあ、うちらの静岡のご当地サイダーもなんか渡しとこうか。そうだね。あいつのとこにサイダーだらけにしよう。うん、そうしよう、そうしよう。帰ってきたらサイダーいっぱいある。これはまずい。そういえば。ちょっとなんかカッコつけてる。まあな。急に。かっこいい。まあ、かっこいい。あ、おかえりー。おかえり。おかえり。なんかすごいカメラ目線。よろしくな。誰に、分かんない。君だよ。君。画面の君。あれでね、うちのチャンネルね、45歳から上の方が多い。おじさんが。皆様にご挨拶をさせていただきますけども、うん、ゴンザレス泉ロドリゲスと言います。はい。それで終わりですか。ハブライスパニオール。リズミさんだって久しぶり。ような子か。モタヘロ。久しぶりですよね。久しぶりです。青の。あれいつ？いつぶり？あ久しぶりだ。って言えば久しぶりだね。そう。はい。というわけで。今お互いまた取り返した。そう。お互いに取り合って。そうです。いつものこと、いつものパターンで、これをもらった。はい。ジャンクモーターさん。はい。はい。ありがとうございます。ひょうたんですね。つともさんね。崎陽軒に下ろしてる。あ、ひょうちゃん。これ、絵描いて、これ、絵描いて載せたら怒られるかな。つともさんに。これ、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと今からゴミ屋へ行って、どんなか。はい。ということで、ありがとうございました。はい。ではまた。どうだっけ、こうか。あ、ハートマークね。はい。ということで、さよなら。はーい。はい。今、なんだ、カズさんちから、ランズガレージのカズさんちから、ここへ直行。はい。山小屋へ。はい。で、ほら、さっき言ってたやつ、ブラスマフラー。うん。真鍮の、ね。もうね、ゴミ。ほぼゴミになっちゃってる。ゴミ屋敷みたいになってる。はい。もうね、皆さん。しょうがないね。いろんなのがね。そう。でね、ここにあるの。あー、だけど見えないかな。これなんだけどさ。いや、見えないな。見えないよね。電気持ってくればよかったね。そう、これじゃあ、ちょっと。あ、見えないね。見えないね。じゃあさ、あれつけた方がいいね。電気。あ、だけど明るく見えるよ。ああ、何すごいね。さすがだな、その。高い携帯だから。うん。いや、すげえ。うん。え、そんなに明るく見えんの？暗闇来たら見えないわ。ちょっと一回止めて、あれしよう。電気つけよう。はい。はいはい、これ。これ、ブラスマフラー。これ。それか。あ、痛い！頭気をつけて。うん、これほら、ブラスマフラー。おぉ！ほんとだ。ほんとだ。ね。やばい。やばいでしょ？うん。で、これがほら、ちょっとほこりだらけになっちゃってるけど、カブのトライク。うん、はい。この色の、ちょっと低いかな。うん。そう。足跡ついて、多分これ俺だ。これが。はい。でね、このタンクね、実はね、銅メッキなの、実はこのタンク。その上に色塗ってあるさ。あら。うん。だからこのマフラー、いいよね、これね。いい。うん。これ使いてえなと思うんだけど、どうしようかな。いいの探して。とりあえずね。で、あとね、真鍮のね、うん。どっかに。あれのスプリンガーあるのか。どれ？これ。あ、それ俺が作ったスプリンガー。おぉ。うん。スプリンガーフォークね。低いね、結構ね。低い、ここね、中2階になってるけど、ね。うん、危ねえ。ね、どっかにね。これ、チャーリンコの。
どう、それ、あ、黄色いライト、そうそう、これ、ね、そう、カズさんがいいなぁなんて言ってたやつ、チャリンコのなんて言ってたけど、どっかにこれでしょ、これ日線のストーブ、おー、これね、真鍮、真鍮、わお、うん、ね、どっかにね、どっか行っちゃったな。あ、ガスマスクが出てきたぞ。あ、アルミタンク出てきた。ここにアルミタンクがある。おお。うん。なんかね、あれ、真鍮の握り、どっかにあったんだけどな。まあいいや、後で探してみよう。よかった、これね。はい。5年ぐらい眠ってたの。あの、かたどるやつ。あの、はいはい、歯の、ああ、はいはい。あれのやつ。で、今日カズさんにさ、うん、あの、ドクロ。はいはい。預かったじゃん。うん。それを型取って。で、ああ、それでね。そう、あの、はいはい、レジンで作るやつ。うん、あの、大量生産。うんうんうん。400個作るって前話してたじゃん。あれのやつの。元をそれで作るってことね。ゴム型ね。うん。そう、これで型取るさ。はいはい。よかったよ、これ。生きてて。なんとか使えそうっすね。よかった。だから、そこのところ、雨も、雨漏りも、当たらず、ちょうどど真ん中で。そうだね。うん。ちょうどよかったんだね。ちょうどここで、静かにずっと。眠ってた。眠ってくれてたね。うん。よかった、マジで。はい。で、なんかすっげえいろいろあるんだけど、何これ。俺、あると思う。全然忘れちゃってるもんね。覚えがねえのがいっぱいあると思うよ、多分。そう。なんか覚えがないのばっかりあるな。なんかすげえ耐熱スプレーがいっぱいあるんだけど。なんだこれ、どういうこと？もういいか。とりあえずこれがあったからよかったけど、はい、真鍮の握りがどっか行っちゃったな。どっか行ってしまった。だけど、ここにね、真鍮のね、握りあるんで、ここ見て。ん？ここ。こう、あの、近く行ってみるとわかる。いけ！大丈夫？うん。これこれこれ。あー、これか！そう。おぉ。結構深掘り。もう、6年、7年前ぐらい。あらあらあら。あるね、うん、あるね。そう、深掘りでね、作ったやつが、あるんだけど、真鍮の握りはもうこれ片付けなきゃ無理だな。おお、結構、あ、ほんとだ、これ、結構真鍮使ってんね、要所要所。そうそう。あら。ね、いろいろ使ってるじゃん。うん。あ、いいんじゃね？だ、そう考えると、うん。この色でもいいのかなって。はいはいはい。うん、思ったわけ。はいはいはい。思ったわけ。カズさんじゃないけど。うん。うん、そう。あ、ちょっと実際見るのとこれだとちょっと色味がね。だけどいいでしょ？うん、いい、いい。うん。だからそれ、これクリア吹いてないから、うん、クリア吹いてあげればまた感じが変わるかなと思ったんだけど。はい。よいしょ。ね、これバイク入る？ちょっとね、寄せたり整理すりゃ入ると思うよ。だからもうなんか知らないけど、ここら辺崩れちゃってるからね。うん、このまんまだとちょっとね、厳しいかもしれないけど、ちょっと整理すりゃ入ると思う。そうだね。うん。じゃあもうちょっと一回だ、一回片付けなきゃダメだ。ね。うん。俺、片付けに来るよ、一回。はい。それで、家にあるやつを持ってきて。うん、そう。だって、片付けたら多分ね、3、4台は平気で入ると思う。そうだよね。うん。そう。なんかもうね、ガシャガシャになっちゃってる。うん。っていうか、ガシャガシャになっちゃってるっていうかさ、まあまあ、いろいろ理由があったんだけど。うん。ガシャガシャになる理由がね。うん。だから、はい、こう、レアパーツもあるんだけど。そうですね。うん。まあ、そんな感じで、じゃあもう、ちょっと休みの日？はい。俺、片付け、今夜でもいいし、うん。片付けに来て、はい。で、ここ、バイク入れれるようにします。はい。はい。これを、A ちゃんの星で。ああ、これ、矢沢永吉？そうそうそう。あれは向井自身は？向井自身はまた違うやつ。違うやつ。うん、これも、矢沢永吉で星で。お願いします。わかりました。これはでかく。でかく。でかくね。わかりました。お願いします。はい、了解です。お預かりします。はい、今日は、はい、エストリアのエンジンを、うん、ガンズガレージのカズさんとこへ、はい、置きつつ、はい、ブラザー泉にも、はい、久しぶりに会って、はい、おで、山小屋、うん、行って、で、ちょうど帰ってきたら、はい、あの、アルミ、うん、掘って、うん。うん。矢沢駅。はい。オーダーをね。オーダーをいただきました。はい、で、あとは、
この後、あ、じゃその前にあれがあったんだよね。まだ、次回の動画にジャンクヤード。あ、はい、はい。湘南ジャンクヤードが今どうなってるのかという動画をね、次の動画で紹介したいなと思います。はい。はい、で、今日は、あとこれだ。そうですね。それをね。これ、ね、カズさんからちょっとお借りして、これをね、うん、ゴム型、今から、はい。撮ろうかなと思います。はい。はい。ということで、ありがとうございました。はい。